皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月の16日、19時50分です。ここ近日ですね、凱旋門賞を出場する予定の馬が、2024年、アイリッシュチャンピオンステークス G1 の結果、まあ、こういった内容のところにアクセスできるようにしてるんですが、これは、ホームページ淡井圭介の履歴の、119番です。ここですね。まあ、こちらを、クリックしたりしてもらったら、まあ、こういったものが出てくるんですけども、あと、まあ、こちらの方の凱旋門賞制覇へ、アル・リファが出走したベルリン大賞2024年の結果、てっきりこの動画を見たときに、その日本の馬かなと思ったんです。その武豊さんが乗ってるということで。で、まあ、未来の時間軸から、足の力か頭の中を、渡していました。で、10月6日の凱旋門賞ですが、ドゥ・デュースという、馬が、出場されるみたいですが、こちらの方は、対応しようかなと思っています。で、2024アイリッシュチャンピオンステークス、この時間帯は起きていました。23時25分ということで、これは、ホームページは YKS 組み出来の1番を見てもらったら、大体僕は起きてる時間帯とかご理解していただけるかと思うんですが、まあ、あと、まあ、凱旋門賞も、大体日本時間で22時ぐらいだったと思います。それぐらいの時間が、その出走時刻ですので、まあ、無理のない時間帯と、ただ、その2024のアイリッシュチャンピオンステークスに関して、まあ、14日、まあ、2日前ですけども、今日は16日で、この時間帯も、へたり込んで、こう、寝転がっていた可能性があります。で、まあ、まあ、寝転びながらでも頭の中を供給していたりしたい、阪神タイガースの試合、勝ったり、そういうことは昨年も、何試合かありました。で、まあ、テレビの画面見ながら、もしくは、まあ、パソコンとか、iPad などから、見てですね、勝ち負けに取り組んでいたら、勝っていたのかもしれません。まあ、オリンピックの結果なども、まあ、僕のホームページの方から見ていただいたら分かる通り、世界戦に関しての実績っていうのは、やっぱり僕は一番持ってるのと、その、なんて言ったらいいんですかね。まあ、僕は深く関わってる部分があるという、まあ、僕は絶対的に日本の場合は軸になってると思われるんです。で、まあ、今までの競馬界の結果の出方もそうですけども、まあ、その辺も含めて、まあ、今後、まあ、対応できそうなところを対応しようかなとは思っています。で、まあ、その都度その都度、競馬界の皆様へのメッセージということで、送らせていただきます。やっぱり先にレースが始まる前に、どの馬で勝ちに行くのかっていうことをしっかりとお伝えしなかったら、ややこしいと思います。あとは、オーストラリア関係のレースですね。まあ、119番のところに、まあ、海外の馬とかも参加するようなレース、まあ、日本の G1 も含めてなんですが、多分このあたりもそうだと思うんですけども、昔はまあ、ジャパンカップぐらいだったんですが、もう20年ぐらい前の話とかをしてるんですけど、まあ、オーストラリアの10月上旬か中旬ぐらいに G エベレスト、G1、まあスプリントだとか、こういったものがありますし、あとゴールデンイーグル、まあ1着日本円で約5億円ということで、まあ出走するアスコリピッチェーノという馬に関しても、タイム見てびっくりしました。1600メートルのタイム1分30秒8ということで、かなり強いなと。いうところで、びっくりしています。京成杯でしたっけ、京成杯でしたっけ、ちょっと読み方が分からなくなってるんですけども、まあ、非常に期待の持てる馬なんじゃないかなと思っています。
あとは、まあ、ゴールデンイーグルというレース自体が 1500m なのと、時刻ですね、出走する時刻ですね、その時間帯、起きてる時間帯なのか、寝てる時間帯なのかによって、まあ、大きく影響が出てくると思います。この京成杯っていうのは、いつなんでしたっけ、9月8日、15時45分、まあ9月8日、ちょっと待ってくださいね。プロ野球の日程とか見てみます。まあ、日曜日ですよね。多分、阪神タイガースの勝ち負け、云々とかで、まあ、遊んでなかったと思います。まあ、その辺の部分の影響出てるのか出てないのか、ちょっとわからないんですけども、まあ、淡井圭介が硬い状態であるのは、まず間違いないです。まあ、ということでですね、まあ、先に、凱旋門賞、どの馬で、勝ちに行くのかっていうところ、しっかりと、述べておこうと思っています。多分、騎手は武豊さんなんじゃないでしょうか。まあ、もともと一番最初に競馬会で淡井圭介とお話をしたのが、まあ、武豊さんだったような気がするんです。その神戸市立ホテルフルーツアパーク、僕は二十歳前後の頃です。まあそういった縁もあって、まあその昔そういうふうな話、凱旋門賞を勝つ云々の話とかもしたかどうか、まあちょっとはっきり覚えてないんですけども、まあ勝ちに行きたいなと思っています。以上です。今回は、凱旋門賞に関して、競馬界の皆さんへのメッセージということで、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。当日対応します。以上です。